くれんぼ得意やから。人の人生みたい。お父さんよ、家族やり直したいね。熊野大社の産経の部屋の中なんか撮られたりしてませんか？撮られてません。二人は刹那の恋に落ちました。でもええ子やったけどね。笑ってんな。なんで必死なやつばっかり、こんな目に遭うねん。なんで弱いやつばっかり。